どうも、東京ロクシーの記念すべき最初のエピソードへようこそ。この番組では東京で活躍しているたくさんのアーティストたちを紹介していきます。各エピソードではいろんなミュージシャンにインタビューしていき、彼ら彼女たちのことを皆さんに知ってもらいたいと思います。そしてオリジナルの曲も披露してもらいます。今私たちは渋谷にある超イケてるバールビールームに来ています。ここではいろんなイベントがあるので、後で今週のスケジュールを皆さんにお伝えしたいと思います。それでは始めていきたいと思います。今日のゲストはボビープの皆さんです。 So let's start the show。 東京ロックシティ、記念すべき最初のエピソードの、ゲスト第1号、ボビープの皆さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ボーピープ、僕のバンド名を聞いたときに、はいはい、10年ぐらい前に見たアニメのタイトルをちょっと思い出したんですけれども、はい、このボーピープっていう名前はどこから来てるんですか？アメリカのマザーグースっていう、はい、童話みたいにその本があるんですけど、はい、その中に出てくる羊飼いの女の子の名前なんですけど、はい、ちょっとぼーっとした女の子で、はい、羊が逃げちゃうみたいな、それがなんか私の中で、はい、これがちょっとボケてて、なんかこんな、なんか、まあ、りょうこちゃんと似てるなと思って、でプラス濁点がついた名前をつけたかったんです。で探してて、でその中でちょっとなんか私の中で一致して、はい、その名前をちょっとどうだろうっていう話で、それでもう OK だ、大丈夫なの？ボケの今ボケてます。今ボケてます。ボケてます。今ボケてらっしゃるということで、何のことなんですか？この曲を作るときって、なんかこうなんかあるバンドさんからそのインスピレーションというか、そういうのってどういう感じで曲を作ったりとかされてますか？大体2人で、スタジオに入ってセッションしながらやってるんですけど、はい、私が結構リフっていう、まあ、音をギターで出していって、うん、そこにリズムも乗っかっていって、よかったらそれがこうトントントンと進んでいくっていうような感じで、でも多分いろんなものを聴いてきたんで、はい、どっかからその引き出しがポッて出てきて、そういうのが重なっていってるのかなとは。この、まあ、ジャンルなんですけれども、まあ、僕なんか素人なんで、まあ、パンクロックかなって思うんですけれども、それで合ってます？それもなんかこう、いや実はこうなんですみたいなのあります？それをね、さっき話してたんですけど、うちのジャンルは何だろうっていう話を発表させていただきます。お願いします。じゃあ、発表します。はい。カラテラウドパンク。新しいジャンルという感じですよね。カラテっていうのはこう、やっぱりまあまあ、アクションというか見た目が多分ライブのパフォーマンスみたいなのが多いですよね。でそこでなんかまあまあ、もし海外でパフォーマンス経験もあるということで、で東京に戻ってきた時に、あこういうことをできないかなっていうのがあります。なんか東京の音楽シーンに求めてるものとかなんかありますか？結構やはり東京の音楽シーンはなんか私の中ではやっぱし J のポップがこうやっぱりこうね、あれニーズとしてあるのかなと思って、結構ニーズがない音楽性でもあるのかなと思ってるので、これは全然聞いておけないと思ったね。いやもうなんかただやっぱし耳にしていただけるようなこういうウェブとかそういうとこにどん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 こう出ていきたいし、やっぱ皆さんとつながっていきたいなっていう気持ちがすごいあるので、まあ、広めるっていうか、やっぱこのスタイルを続けていって、こういう音楽もやってる人たちいるんだよっていうのを、はい、まあ、広めたいっていうところですね。で、まあ、最後に、ちょっと一つ、その先ほど冒頭の方で伺いました、その、名前の由来なんですけれども、それ以外になんかちょっとバンド内になんか面白いエピソードとか、あとその涼子さんの、はいはい、ボケのエピソードに言ったら、なんか一回人のなんか、はい、名刺を送ってほしいみたいな話になって、はいはい、メッセンジャーとフェイスブック上で、はいはいはい、ちょっと名刺の画像を送ってって涼子さんにお願いしたら、はい、なぜか動画で送ってきたことがありました。
名刺は動画じゃなくていいっていう名刺を動画で名刺別に画像でいいんですけど、それがなんかちょっと小刻みプルプルプルあー動画だったって言って消えました。そうそれちょっと面白いですこれでいくらでもある。そうなんですね。聞きたかった後で。はい、ぜひぜひ。わかりました、ありがとうございます。じゃあ、今からパフォーマンスをしていただくんですけれども、ズバリ曲名は、今回このアルバムに入っております、はいはい、1曲目になります、ハローという曲をハロー、はい、演奏させてもらいます。なるほど。これはあの YouTube でも流して、あ、そうですね、うん、ライブ映像は流れてます。あ、そうなんですね、わかりました。じゃあ、準備お願いします。はい、お願いします。はい、じゃ、その間に、みゆちゃんが今週、ルビールームで行われるライブスケジュールを紹介してくれます。みゆちゃんどうぞ。今週のルビールームではイベントが盛りだくさん。詳しくは東京ロックシティ .com にアクセスしてください。それではお待たせしました、ボッピープがお送りする曲を聴いてください。ハローです。ありがとうございます。ありがとうございました。
いやー、パワフルな曲でしたね。いや、すっごい迫力がありました ね。あ、もうちょっと頭に残りそうです。残ってます今まだはい、じゃあここで残念ながら、お別れの時間となってしまいましたが、最後に、今日ゲストとして、お越しいただき、パフォーマンスもしてくれたボビープの皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。詳しくは東京ロックシティ .com にアクセスしてください。そこでバンドのプロフィールやライブ情報などの詳細がチェックできます。それでは次回も東京ロックシティで会えることを楽しみにしています。 See you next time on Tokyo Rock City. Bye bye.